メキシコでは英雄日本では微妙に終わったエルカネック藤波線の「敵前逃亡事件は」は白人からのいじめが原因だった「敵前逃亡」という言葉がある。 この言葉が使われるのは主に戦争に関する場面でありウィキペディアには第二次世界大戦中の日本軍や戊辰戦争中の徳川慶信の例などが挙げられているところがこの「敵前逃亡」という言葉がプロレスの文脈の中で用いられたことがある70年間の日本のプロレスの歴史の中で唯一と言ってよい 適前逃亡事件2024年5月でデビューから丸53年が過ぎ54年目に突入した藤波辰己彼のライバルというと皆さんは誰を思い浮かべるだろうか多分多くの人がまず80年代の名勝負数え歌の相手である長州力の名を挙げるだろうそして 90年代の藤波を思い出した人であればビッグバンベイダーの名を挙げるかもしれないしかし藤波は1971年5月のデビューからおよそ10年間1981年12月まではジュニアヘビー級の選手だったそして1978年には MSG で「ドラゴンスープレックス」を初公開したことで 世間にドラゴンブームが巻き起こった日本のプロレス界に最初にジュニアヘビー級を定着させたのは藤波だったのであるこの1970年代後半藤波のジュニアヘビー級時代のライバルといえばチャボゲレロダイナマイトキッド木村健吾たちだっただが彼ら以外にもう一人 当時の藤波にとって重要なライバルといえる選手がいたそれが今回の敵前逃亡事件の主人公エル・カネックであるカネックはミルマス・カラスと並び称されるメキシコ最強のレスラーの一人である彼は70年代から90年代にかけてメキシコの二大団体の一つとして勢力を誇っていた UWA の主力選手でありメキシコのプロレス界全体を象徴する選手だった軽量級の選手が非常に多いメキシカンの中にあって 110kg 弱という大柄な体格で長きにわたって UWA 世界ヘビー級王座を保持していた1977年に始まり2011年に封印された UWA 世界ヘビー級王座はルーテーズからドクトル・ワグナージュニアまで34代にわたって続いたがそのうちの15回はカネックが在位しているまた70年代後半から80年代にかけての UWA は新日本と提携しておりアントニオ猪木第4代長州第7代藤波第9代が体冠している 猪木は沖縄でタイガージェットシーンにこの王座を奪われたがメキシコで長州と藤並からベルトを奪ったのはどちらもカネックだったそんな最強レスラーであるカネックの敵前逃亡事件は1978年3月30日蔵前国技館で起こったこの時のリング上の様子は 翌日の3月31日のワールドプロレスリングで放送されているこの蔵前大会は凱旋帰国した藤波が初来日のカネックの挑戦を受ける 3WF ジュニアヘビー級選手権がセミファイナル猪木がマスクドスーパースターの挑戦を受ける NWF ヘビー級選手権がメインイベントという。 二大タイトルマッチが行われる大きな大会だった放送が始まりワールドプロレスリングのオープニングクリップが流れ終わるとリングが大写しになるだがレスラーの姿はなくリング中央に立っていたのは営業本部長の新馬久志だったそして新馬はしゃべり始めたかねてより藤波選手に対し」 マスクと髪の毛をかけた試合を申し込んでおりましたエルカネック選手は本日午後7時30分藤並選手の実力に恐れをなしてか敵前逃亡を行いましたこれに対しまして新日本プロレスおよび東京スポーツ新聞社はファンの皆様に対し深い謝罪をいたしますとともに藤並辰巳対イワン・コロフの60分一本勝負を提供いたします 場内の観客はざわめいた。放送を見ていた多くの視聴者も衝撃を受けたカネックが敵前逃亡。そのわずか2週間前3月17日の岐阜大垣大会が生放送されそこでカネックはノンタイトルマッチながらも藤浪とシングルで戦い「あの試合がカネックのベストバウト」と言い切るファンもいるほどの素晴らしいファイトを見せた。 藤波がドラゴンロケットを放てばカネックもブランチャスイシーダで応戦藤波が額を割って大流血逆上した藤波がカネックのマスクの上半分を引きちぎり試合は大われ結局両者 KO という凄まじい試合を繰り広げていた蔵前でのタイトルマッチに向けて両者の因縁はヒートアップしていたはずだっただが そんな中ででの敵前逃亡である。テレビからは船橋アナウンサーのレポートが流れてきたカネックはですね試合前にトレーニングはしていたんですが最近ノイローゼ気味で口癖のように「藤波のドラゴンスープレックスで首の骨を折られてはメキシコに帰って試合ができない」と漏らしていたようですねカネックの通訳も兼ねているロベルト・ソトが「 リングに上がっている間に荷物をまとめて会場を出て行ってしまったらしいですね。放送を通じてファンが知ることができた情報は以上である。結局、新馬が説明した通り、その日の藤浪のタイトルマッチは消滅し、第5試合のタッグマッチに出場したイワン・コロフが、カネックの代わりにセミファイナルにも出場。2分45秒という短時間で、 藤浪のドラゴンススプレックスによって敗れた。現代ではその使い手も増えまたそこまで危険な技という印象も持たれなくなっているドラゴンスープレックスだが藤波が初公開したばかりのこの当時は下手をすると大怪我するかもしれない非常に危険な技と認識されていただがそれにしてもあの悪党のカネックが 藤並のドラゴンススープレックスにビビって逃げるなどということがあるのだろうか。多くのファンはそんなふうに思ったしかしこの当時ファンが情報を得る手段は極めて少なかったインターネットはもちろんなかったし専門誌ですら週刊ではなく月刊ゴング月刊プロレスだったそしてこの大会後には、 カネックの精神的弱さを指摘する記事が大きく掲載された「月刊ゴング」にはホテルにフラフラと戻ってきたところロベルト・外に「レスラーの面汚し目」と殴られたカネックはメソメソと泣き出したという記事もあり「カネックのレスラー人生は絶たれた」という厳しい論調でカネックを非難していただが本当はどうだったのか カネックは本当に藤波のドラゴンスープレックスに恐れをなして逃げたのかそれを考えるために蔵前大会に至るまでのカネックを取り巻く状況を見ていく1978年3月3日の群馬・高崎大会で開催し30日の蔵前大会で終わったこのビッグファイトシリーズに参戦していた外国人レスラーは マスク・ド・スーパースターイワン・コロフマスク・ド・カナディアンロン・スターロベルト・ソトグレート・マレンコそしてカネックだった藤波が MSG で「ドラゴン・スープレックス」を初公開したのが1月23日そしてこのシリーズは藤波の凱旋帰国シリーズであり藤波への挑戦が決まっていたカネックにもマスコミの注目は集まっていた だがマスコミがカネックを持ち上げすぎた上にカネック自身もそれによって天狗になっていた部分があり一部の白人レスラーたちがそのことを不快に思っていた当時のカネックについて山本虎徹もとにかく態度が悪かったと証言しているさらに間の悪いことにカネックは3月21日の「 三重津大会での木村健吾との試合で膝を負傷してしまったそして27日の埼玉・深谷大会だけは出場したものの22日の大津大会から蔵前の前日29日の静岡・富士大会まで5試合を欠場してしまうこの欠場を一部の白人レスラーたちはサボりと考えカネックへの怒りはさらに強くなっていった そしてついに酔っ払った勢いで巡業先のホテルでカネックの寝室に3人が乱入カネックにリンチを加え部屋に消火器を噴射して出ていった実行した3人についてはロンスターロベルト・ソトロディ・パイパーだったと伝えられているさらに追い打ちをかけるようにカネックは最終戦のタイトルマッチはカベジェラ・コントラ・マスから 髪の毛とマスクをかけたデスマッチで行うという決定を突然新日本プロレスのフロントから告げられたただでさえ白人からのいじめを受けて神経質になっていたカネックがこの通告によってパニックになったとしてもおかしくはないそして試合当日カネックのなめた態度を腹に据えかねていた山本虎徹がカネックの控え室を訪れて 藤波は生半可なことで勝てる相手じゃないぞ、真剣勝負の覚悟はできているのか、とカネックの目を覚まさせようと同喝した。しかし、これは逆効果だった。カネックはさらに精神的に追い込まれ、会場から姿を消してしまったのである。カネック自身は後年のインタビューで、この敵前逃亡について、 自分に相談なくタイトルマッチがカベジェラ・コントラ・マスカラに決定されたことへの反発で試合をボイコットしたと当時の真相を告白しているもしこのカネックの証言が真実ならシンマが蔵前のリング上で語った「マスクと髪の毛をかけた試合を申し込んでおりましたエル・カネック選手」という情報は嘘だったということになる。 カベジェラコントラマスカラは引き分けがない完全決着のみで試合が決まるデスマッチであるしかしこのビッグファイトシリーズは藤浪の凱旋帰国シリーズだった藤浪が記念すべきシリーズでいきなりタイトルを失った上に丸坊主にすることなどまずありえないということはカネックが負けてマスクを取られるという結末しか考えられないのである いくら場所がメキシコから遠く離れた日本であるとはいえマスクマンにとってマスクを脱ぐということはレスラー人生の終わりを意味すると言っても言い過ぎではないだが当時の日本のプロレス団体はレスラーがマスクを脱ぐということの意味の重大さを深く考えず非常に安易にカベジェラ・コントラ・マスカラを組んでいた。当時のカネックは デビュー5年目。本国メキシコでは EMLL ナショナルライトヘビー級選手権を保持し藤浪と同じく成長期にあるレスラーだったいかに藤浪を売り出したいからといっても藤浪と同じく将来のあるレスラーに覆面ハギマッチを強要するのはあまりにも仁義に欠けるプライドを傷つけられて逃げ出したカネックの気持ちも分からなくはない だが、理由はどうあれ、結果として最終戦のビッグマッチをボイコットしたカネックはメキシコに帰国した後、メキシコのボクシングルチャリブレコミッショナーから3ヶ月の出場停止処分を受けた。プロレス界から追放処分になってもおかしくない失態だったがここでカネックの復帰のために奔走したのはライバルであり親友でもあった藤波だった。 メキシコ修行時代にカネックと血みどろの交想を繰り広げていた藤波はカネックの実力を誰よりも知っておりもう一度リングで戦いたいという一年で各方面に頭を下げて回ったと言われている藤波のおかげでなんとかレスラー廃業を免れたカネックはメキシコを訪れていたカール・ゴッチに指示して基礎を固め直したそして 旗揚げ間もない振興団体だった UWA に移籍テーズへの初挑戦では敗れたが78年8月2度目の挑戦で見事に UWA 世界ヘビー級王座の獲得に成功した79年4月にはメキシコに遠征してきた猪木の NWF ヘビー級選手権に挑戦この試合は日本でも放送され 敗れはしたものの前戦しその成長ぶりを日本のファンに見せつけたそして5月の第2回 MSG シリーズに2度目の来日大阪府立体育会館と蔵前国技館で藤浪との WWF ジュニアヘビー級選手権試合2連戦を行い敵前逃亡した男とは思えない息きのいいファイトを見せておめ名返上を果たしたのである このあとのカネックは新日本に何度も参戦するようになっただが彼の体重はジュニアヘビーとヘビーの境界にありチャボやキッドそしてスティーブ・カーンら他のジュニアの選手たちが活躍する中で彼の存在感は徐々に霞んでいったしかし本国メキシコでの強さは圧倒的で 先に述べたように UWA 世界ヘビー級選手権の王者として君臨猪木の IWGP 構想のもとトーナメントを勝ち抜いて IWGP 中南米代表にもなったそして82年6月のサマーファイトシリーズ第1弾にその肩書きを引っ下げて5度目の来日このシリーズではアンドレ・ザ・ジャイアントやディック・マードックをパートナーに 連日、猪木ホーガンと対戦するという厚運を受けたかつてのライバルだった藤波よりも格上の扱いであったシリーズ終盤戦の7月7日大阪府立体育会館ではついに猪木とのシングル戦がテレビマッチで組まれたところが病み上がりで体調が最悪だった猪木は 敵から銃の力を引き出して15の力で倒すといいう戦いを見せる余裕はなかったそして一方的にカネックを攻め立ててわずか5分足らずで万字固めで試合をあっさり終わらせてしまったのであるこの一戦でカネックは「初戦ジュニアヘビー級上がりルチャは日本のプロレスには通用しない」などの手厳しい評価を受け 日本における評価が急落してしまったカネックは再び新日本プロレスのマッチメイクの犠牲になったとも言えるだろうカネックは連勝記録を続けていたタイガーマスクにも負けなかったし藤浪の飛竜十番勝負でも負けなかったしかしその存在価値は徐々に微妙になっていくそしてカネックは 小林国明やザ・コブラといったジュニアヘビー級の選手にも簡単にフォール負けするようになっていきやがて新日本からは呼ばれなくなってしまった90年代以降の来日はインディー団体への2度の参戦と総合格闘技に1回参戦しただけであるしかし日本での凋落とは裏腹に メキシコでのカネックは長年にわたって強さを維持していた UWA 王座をめぐってはテーズから勝利し初体感したのをはじめスタンハンセンには反則勝ちベイダーやクラッシャーバンバンビガロにはフォール勝ちさらにホーガンの WWF 王座に挑戦して両者リングアウトそして信頼できる選手にしか許されなかったと言われている アンドレへのボディスラムにも成功して反則勝ちを収めるなど強敵を相手に防衛を重ねたカネックはメキシコの砦と呼ばれルードでありながら国民的なスター選手となっていただがカネックが日本で残した一番大きなインパクトは何だったかと言われればそれは お名返上を果たした蔵前での藤波との WWF ジュニアヘビー級選手権ではないし2001年のディープでの立ち光りとのバーリトゥード戦であるはずもない日本のプロレス界においてドタキャンやボイコットだけなら試合会場の仙台に行かなかったブルーザーブロディやわがまま言い放題だった北尾浩二をはじめきっと他にもいろいろあるだろう だが、蔵前のリング上で新魔が発した「敵前逃亡」という言葉のインパクトはあまりにも大きかった日本でいつまでも語り継がれるであろうカネックが残した最大のインパクトとは結局初来日でやらかした敵前逃亡事件なのであるご視聴ありがとうございました。 このチャンネルは毎週土曜午前10時に公開。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。